今週は浦添市磯の物件をご紹介します。早速物件をご紹介したいと思います。株式会社クレアールの早見さんです。はい、さーい、こんにちは。小エアスーパーが近く、周辺地域が整っているので、子育て世帯にもおすすめの新築戸建て住宅を紹介いたします。浦添市磯58号線とパイプラインの真ん中に立ち、移動が便利な2階建ての戸建て住宅。収納が多く、1階のキッチンリビングなどの家事動線が考えられているこちらの物件。部屋も広く、駐車場2台付きで即入居可能です。今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが、早見さん、おすすめのグーポイントを教えてください。はい、まずは玄関スペースをご覧ください、はい、ご覧のように収納が多く、シューズインクローゼットとしてもちょっとした物置としても使えるところがグーなんです。うん、これだけ収納がたくさんあるとね、もう玄関をすっきりきれいに保てそうでいいですね。ハッとしてグー。さあ、キッチンにやってきました。はい、戸建てでは当たり前の床下収納やリビングを見渡せるだけではなく、あちらのくつろげる和室まで1階全てを見渡せる間取りがグーなんです。うん、こう安心感だけじゃなくて、なんか作業してる時にお母さんって呼ばれるとね、大変なの。動かなくていいよ、ここ。そしてグー。さあ、続いては。はい、さらにこちらの洗面室ですが、キッチンの後ろにあるので、洗濯をしながらでもお子様を見守れるところがグーなんです。ああ、家事動線が短いと自分の時間は長く取れますよ。ハッとしてグー。もこさん、こちらの物件いかがだったでしょうか。はい、暮らす人の気持ちに寄り添った使い勝手のいい工夫がたくさんされたお家だなと思いました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。この物件グーッと来たね。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来週もお楽しみに。